ラジオペンギンと出版というわけで皆さんおはようございます。えー、西葛西出版の中村慎太郎です。今日はですね、アシカさんがちょっと風邪気味で来ないので、<laughs> 昨日も出せなかったんでね、であのちょっときな臭い話に聞こえてしまうかもしれないんで、今日はあの安全面などにも配慮して一人で喋ろうと思います。はい あのアシカさんがいたらもっと面白かったのにみたいなことを書くと僕がなえるのでやめてください。なえないですけどね。で今日のテーマは「高崎の怪異と」と、まあ「性欲」についてなんですけどこの性欲っていうのは何の話かというとですねまあ日本人間の三大欲求の一つですよね。睡眠欲性欲なんだっけ食欲かな。 <laughs> じゃあ多分食欲だと思うんですけどねその三大欲求でですねこの三つがないとなかなかあの種が存続できないわけですよねで実はこの性欲っていうのが僕のある種の専門ジャンルでですね僕はアワビの研究をしてたんですけど、まあ、アワビの繁殖の研究をしてたわけですよで、まあ、あの繁殖の成果はあんま出なかったんで結果,結果として研究はあの 繁殖じゃなくて餌をどう取るかとかそういうい行動の研究ととししててまとめ上げて修士論文にしたんですよねで博士論文はこの繁殖の方を突き詰めてまあ行動と繁殖というそのまあ餌をどう食べて、えー、どうやって成熟していってそして成熟っていうのは,は、えー、生殖腺精子、まあ、および卵を作るところですけどその生殖腺が成熟していくわけですよね。 で、えー、っと白になってアワビの卵は緑っぽいんですけど白か緑かでオスかメスか分かるんですけどこの成熟していって最後繁殖行動をしてそして受精して浮遊卵になって卵としてですねふわふわしてで、えー、トロコファー養成ベリジャー養成というのになってですねどっちが先だかも忘れましたけど <laughs> 順番に変態するわけですよね。 それで、えー、着底しててて地面にについいいなっていくというこのアワビの生活史戦略っていうんですけどこの全体を描けるようにするとねそれが僕のやりたいことだったんですけどちょっとまあそこには届かずですねひどいうつ病にもなってまあ大学院はうつ病にならない人以外は行かない方が <laughs> あならない人じゃないと行かない方がいいかなって気はしますけどねあの病みやすい場所ですね それはさておきですね。えっ、ー、と、今日は、その性欲について話していきたいんですけど、高崎の会っていうのが、なんか、会文書がね、いっぱいいっぱい出てきてですね。で、これを、まあ、正面から向き合ってもしょうがないというかですね。あの、これを、普通の人がやるのは難しいんで、まあ、ひまさらあかねさんのライブとかでですね、 なんか秀俊の泣く頃にファンダ目明かか編とかなんかすごいきな臭いタイトルのやつがいっぱいあるんで詳細はそっちを見ていただくとしてですねでその件はあの触れないんですけどそっから思いついたことなんですよ。でまず高崎市っていうのはえっとなんで堀口秀俊さんの好き嫌いドットコムにえ高崎市の話が 載ってるのかというと堀口秀志さんは高崎市出身だからと言われています。それで、えー、高崎市の会談、まあ、みたいのがですね夏ですから出てきたと。で、えー、誰のことだかわからないと書いてあるんで、まあ、誰のことだかもわかんないんですけど、まあ、そういう話ってあるよねっていうことなんですよ。ね、で高崎市っていうのはまずどういうところかなんですけど。 えー、群馬県中南部にある市で中核,中核市に指定されていると。中核市ってのはあれですよね。政令都市の一個下っていう理解でいいのかな。ね、法定人口が20万人以上ですね、えー。で、何の意味か分かんないですけど、条例とかできるの作れんのかな違うかな。中核市ってあんまり知らないんですけどね。何のメリットがあるのか。えー くしておくれ事務の異常を可能とする。なんか行政やってる人じゃないとちょっとわからないですね。えー、政令指定都市ってのはあれですよね、条例作れるんですよね。まあ、そういう、そういうところはですね、あんまりわからないんですけど、例えばどこがあるかというと、えー、東北だったら青森市、八戸市、山形市、いわき市などなど。 で北関東でいうと、宇都宮市、水戸市、前橋市、高崎市ですね、埼玉県も川越、越谷、川口、千葉も船橋、柏、東京にも八王子市、神奈川にも横須賀市がありますと、で僕の好きな九州で見ると、福岡県久留米市、長崎市、えー、長さ佐世保市,大分市,大分市、大分市、宮崎市、鹿児島市、鹿児島市も中核都市なんですね、であと那覇市とかですね、熊本はないんですね。 熊本市はどうなんだろうか。佐賀市は今、移管しようとしてるみたいなあ。熊本市はかつて指定されてて、今、政令指定都市だ。ね。まあ、そんな、そんな感じで、でかい都市なわけですよ。田舎ってことはないんだけど、ちょっと行くとね、田舎になるようなとこですよね。桐生とかの方、桐生旅行に行こうかと思って調べてたんですけど、桐生なんか結構良さそうな。 ね、牧歌的なとこもありつつ水辺なんかもありつつおいしいものもありそうでね良さそうなとこでしたけどね高崎は高崎は僕一回しか行ったことないんですけどえー、っとしかもなんか嬬恋村の帰りにちょっと寄ったぐらいの話で駅前でなんか食べようかなと思って高崎名物なんだろうなと思って調べたらパスタの街ってなんかなってんですよスパゲッティの街あパスタの街高崎か何でだ小麦作るのかな あの埼玉県の北の方だとね、えー、どこだっけなどっかのインターがサービスエリアがあるところなんですけど、えー、小麦を押してましたよね地元の小麦っていうことでねうんであとは焼きまんじゅうだるま弁当ラスク高崎オランダコロッケ <laughs> 高崎オランダコロッケに関しては何だかわかんないですけどだるま弁当って何だろう えー、だるま弁当はなんだかわからないですけど、だるまの形をしてて食べ終わった後は貯金箱に使えるそうですね。えー、たけのこ、こんにゃく、くり、ごぼう、鶏肉など、などなどですね。で、えー、人口が、お人口がいくつかというとですね、53万って言ったっけさっき言ったっけね。たぶん53万ぐらい。結構でかいですよね。 うん、あ、違った。36万だ。失礼しました。36万人ですね。はい。あとは、まあ、高崎市はそんなもんかな。高崎市の市議っていうのが何人いるのかっていうのを見てみたら、えー、市議会議員は結構いっぱい38人もいるんですよね。で、なんか、市議会議員のことよくわかんないんですけど、新しい風の会、新風会。 市民クラブとか、なんか会派って書いてあるんですよね。なんかその地元のやつなんですかね。これ詳しい人いたら教えてほしいとかです会派一覧ってある。なんだ、会派一覧って。会派は、あ、新風会っていうのがなんか19人いて多くて、その次が市民クラブ6人。で、公明党5人。高崎未来っていうのが3人いますね。で、共産党、高崎市議会議員団が2人。ね。 ですねでなんかよくわかんないんですけど知ってる人いるかなと思ったら当然知らないんですけどあの市民クラブに堀口素直さんっていう人がいて、えー、と誰だかよくわからないんですけどまあ結構多い名前なんですかね調べたら堀口農園っていうのもあったりとかしてちょっとねあのそこの地域に多いかどうかまでよくわかんなかったんですけど、まあ、同じ名前の人もいるんだなと。 で、堀口秀俊さんに関しては今日はそのぐらいしか出てこないんですよね。で、えー、だから高崎市つながりっていうことだけですね。で、解文書なんですけど、解文書がね、結構ハイレベルな話ですね、<laughs> ちょっとなんかもう、きついですよね。何がどうきついのかっていうのは、 なかなか理解が難しいんですけど結構あの時事系 YouTuber のねみんなはこれどうまとめればいいんだまとめたくねえぞこんなもんみたいな感じでええー、を投げたというかなんか気持ち悪くなってくるんですよねでその気持ち悪くなる話の一つがですねまああの肛門の話でですね 高門前立腺といえばですねえー、っと一回ね渋谷のエクセルシュウォールに入った時にたまたま隣に座った人がしかもすげえ狭いんですね渋谷場所ないから。で狭い席のすぐ隣もう通路なんか横になってギリギリ通るぐらいしか隔ててないすぐ隣でですねおじさんと30歳前後の女性がですね なんか打ち合わせをしていて、えー、経営の話をしてるんですけどその女性があの前立腺マッサージのお店を出したいと <laughs> そのおじさんに言ってるわけですよ。でなんかそのおじさん何だか分かんないですけど投資してくれんのかなんだかね。であの結構真面目な話してて私はそのねあの、まあ、プロとして前立腺マッサージをね取り組んできたと。 であのドライオっていうのがあでんか僕の知識のこの件に関するその知識はほとんどその渋谷のエクセルシオールで聞いた話なんで <laughs> なんだかそのあんまり大した知識はないんですけどあの,この彼女が熱弁するにはですね前立腺につまりあの肛門の中からあの、まあ、男性の肛門に指を入れてですね 前立腺という場所を刺激することによって、えー、と、まあ、ドライオーガスム。あの、いわゆるオーガスムっていうのは、まあ、行く、行くってやつですよね。<laughs> ちょっと小林風に言っていましたけど、あの、それの場合は、まあ、濡れてるわけですウェットオーガスムなわけですよね。ウェットっていうのは、まあ、あの、いわゆる性液と言われるやつ、スパームというやつですね。えー、が出てくると。で、 それを多分、それをウェットというならば、ドライオーガスムっていうのは、そういう何も出ないけど、おォーっとなんか <laughs>、行くというのがあるらしくて、これがなんか、あの、非常に深い快感だし、技術が必要なんで、ね、そういう専門のお店を出したいっていうことをね、経営プランの話をしてて、僕原稿書こうとして行ったんですけど、美体値書けなかったんですけど <laughs>、ね、ね。 そういういやつなんかななって気がしますよねなんかやたらと肛門的な話が出てきてでなんか人はね結構肛門とかうんことか好きなんですよ。でやっぱりあのフロイトのね性性なんだっけ生段階の話をね誰かもしてましたけど最初肛門に対する興味から始まるんですよね。なんかうんこ出るぞと。 何これ不思議面白っつってなんか気持ちいいみたいなとこからえとフロイトが言うと断コン期っていうのがあってですねあなんかチンコってのがあるぞと女性の場合はどうだか分かんないですけどフロイトは断コン期って言っててその後何だったかな断コン期っていうねあのショッキングな名前僕東大の授業でえと心理学の概論かなんかで話してる時あの割と大人しめのねあの心理学の先生がフロイトはここでこの ステージにダンコンキという非常にショッキングな名前を付けましたっつってね <laughs>。ショッキングだっていうね <laughs>。<その笑>言い方がすごい面白かったんですけど、本当にそういうのがあってですね。え <laughs> リビド発達段階か。えーと、リビド発達段階は何があるんだえっと、3つ目って書いてあるな。なんかもうフロイトとか気持ち悪くなってくるんだよね。 肛門期の次が弾痕期は合ってるから心理性的発達理論あった最初は更新期唇ですね母乳を吸うことに関連してまあリビドーの満足まあこれ性欲なんですけどまあざっくり言うとリビドーっていうのは性欲的なことなんですけど合ってるかな性欲で合ってるかな性欲で合ってますね ただあの母乳を吸うっても本能じゃないですか,だか唇を中心にえと目もあんま見えないしね手足も動かないから唇しゃべったりとかもそうなのかなね食べたりしゃべったりおっぱい吸ったりっていうそういう更新期というのがあって次がえとうんちをどうやってするのかっていう肛門期になるわけですよでこれはもう授乳からトイレトレーニングですよね っっていううこことととをすするるんんでで育児したた人はやあ思よ最初はねその辺に漏らしておもちゃ外したと思ったら漏らしちゃったりしてねおーいってなったりとかするんですけどまあ 2, 2歳から3歳でこれはできるようになるわけですよだからある程度あの自分でその肛門の感覚っていうのを身につけられるわけですよねでその後断コ期というようになって えー、関心が弾痕に集中する時期という、まあ、このまた、ショッキングなことが書いてあるんですけど、攻撃的、積極的、自己主張が強く人前に出ることを恐れなくなると。リーダーシップを取りたがる、あるいは人を傷つけることは恐れない。まあ、なんか男の子っぽいですよね、すごいね。ちょっと、僕もね、だから、 <laughs> 僕もこの断魂期 <laughs> 断魂期だったかどうか自覚はないんですけどま物心ついたあとはですね自分は力持ちでリーダーなんだっていうことを言いた自分の中で言いたがってたなんか重いものを持ちたがったりとかですねえと宇宙刑事になったりとかですねえとあとはあの戦隊ものなんとかレンジャーまあバイオマンとかだとレッドがいっぱい一番かっこいいわけですよねでやっぱり 人間大人になっまあ割と自己リーダーシップあるけど自己中でですねトラブルメーカーみたいなそういう主人公気質の人にはならなくてまあ無難なサポート型になってくるわけで緑型とかね緑とかブルーとか緑っぽくなる人が多いのかなねピンクとイエローは女子だとしたら、まあ、緑っぽい人が多くなってくるのかな。 でその次が学童期、まあ、小学生ですかね、まあ、潜在期ということで、幼児性欲は一時影を潜め、子どもの関心は知的方面に移行し、比較的感情が安定する時期と。で、えー、性期期。<laughs> 思春期以降は初めて性期を中心とした性欲の満足が求められる時期だと。えー、っと成熟した感情を持ち、人を愛し、受容できる破り理想的人格であると。 とというとこですよね、まあ、確かに小学生の時ってあんまりあの露骨な性欲が出てこないですよね。人によって目覚めたり目覚めてなかったりっていうのがあるんですけど、まあ、こういう発達段階をたどるよということをフロイトは言っていてですね。であのフロイトが言ってることなんかも今更誰も信じてないんですけどあの信じてないっていうか当てにしてないんですけど。 ただそのフロイトがやったことの意義っていうのはですねえまあフロイトっていう人が何でこんなこと言い出したかっていうと神経症ですね今で言うとまあうつ病とかノイローゼみたいなやつですけどノイローゼってもあんま言わないかなねええと割といいとこの奥様が精神が病んでしまってですね あもうどうしたらいいかわかりません。なんでこんな夫はだっと愛してくれるし子供いるのにどうして私はこんなにつらいんでしょうかとそういうふうに医者のフロイトのところに相談に来ることが多くてですね。これなんだろうなと。でフロイトはそこを考え始めたんですよね。で当時はあの、まあ、合理主義があったんで。 まあ、あの神様に作られた選ばれし生物である人間というのはですね自分の意思を持って理性を持ってですね物事を正しく判断できると思っていたんですけどフロイトが発見したのは実はその意識っていうねい自分の意識意志っていうエゴっていうものがあってそのまあエゴエゴとスーパーエゴなんだっけあのエゴの上にスーパーエゴっていうのもあるんですけど、まあ、それはともかくですね自分の意識していることの 下に、下にっていうか、後ろに膨大な量の無意識というものがあって、実はその無意識っていうものが人の行動とか精神を支配してるんじゃないかというような、影響をしてるかな。してるんじゃないかっていう話をしてですね、この無意識の発見っていうのがフロイトの話では面白いところで、じゃあその無意識に何があるのかといったら、その本能的なところ、このリビドーっていうものが影響してたりとか、だから奥様たちがですね、えっ、ー、と、 苦しくなったのは実は実今ででうとセックスレスレすよねそういう問題であの要するに性的に満足できないみたいなことがあるんだけどやっぱりあのフクロイトはドイツ人だよね。まああのキリスト教圏なんでキリスト教圏ってあんまりあの家庭に入ったら家庭に入る前もか何時会員する中でというモーゼの10回の教えがあるんですけど、まあ、あんまりや、まあ、ロいことすんなと。 もううう性的興奮をを覚えるるななっってていよこと言わけですよでもあの性的な欲望っていうのはあの人間にとってですね、まあ、生物にとってはあのもう本能ですから本能であり衝動なわけですからね飯を食うのを我慢せいと言ってえっ、ー、とヴィーガンの人とかあるいはもう全然食べない主義の人はいるんですけどこれはなかなか珍しくてやっぱ食って。 食って、寝て、ムラムラするっていうのが、やっぱり生き物としての本能としてあるわけですよね。でこの辺をあのに向き合い始めたのがブ、フロイト・ユング。この辺ですかね。一九五年ですよね。ヨーロッパっていうのは、なんかすごく先進的な地域のような気がしていると思うんですけど、でも、あのだから、十九世紀。 まで18世紀ぐらいまではやっぱりキリスト教の教えで人の自由心の自由みたいなはかなり抑えつけられてたと思うし、えー、と今もやっぱそうだし今ポリコレポリコレやってんのはその辺の流れだと思うしで逆に日本はあのどうだったかっていうとあのカルプスギツネっていう、まあ、フェミニストですよねあのカルプス軍団筆頭のフェミニストが日本はなんてこんな,あのなんだ、えー、と堕落した。 堕落したとは言ってないかもだけどこんな変態性欲みたいな表現がいっぱいあるんだと日本は終わったみたいなこと言ってるんですけど何をおっしゃいますかと。日本はあのそのキリスト教圏じゃないんで性欲を抑えるることがとが良しすすよようななカルチャーじゃないんですよねだから中途半端に輸入したですねえー、っと日本が。 西洋文化を輸入していって、そのキリスト教的な価値観を輸入していったのは明治維新以降ですよね。うん。フェミニストとしてはもうあの非常に目を覆いたくなるような世界観なのかもしれないですけど、ただまあ日本も結構女性強かったですからね。あの、一時期平安時代なんかはあの男系社会じゃなくて女系の社会になってたはずですよね。だから、あの、 誰がパパでででももどうでもいいんですよ女性が子供を産めばその家の跡継ぎなんでね藤原家とかねだからあの余梅文化っていうのがあのそれこそ二頭夢乃さんは温泉娘の予備がどうのみたいのをね非難してたみたいですけど平安時代の、えー、貴族の恋愛っていうのは基本予備だったんですよねまあなんだろうね この性欲の否定っていうのが正しいのか正しくないのかっていうのは結構結構難しい問題ですよ実はフェミニストは性的に露骨なものは駄目だと言うんですけど何の根拠もないんですよなんでダメなんだとだって性的に少子化を解消するならもう性欲を沸き立てた方がいいぐらいじゃないですかね いやそういう問題じゃないって言うかもしれないんですけど性的なものを抑えて理性で考えてですね行くと、えー、人は増えなくなっていくんですよで理性なんかなくして本能で動いた方がですね、えー、人は増えるんですよねこれはもう不思議なもんでですねだから発展途上国は、えー、なんだっけ出生率が5とか7とかそういうのになるんですよねで先進国になると2を切っていくと言われていて 合理的に考えることが果たしていいのかどうかっていうね話がありますよね。で今日の話はこの性欲の話なんですよ。あそうそう。でリビドーの話をしたんですけどであのー、この、まあ、フロイトが言ってることはもうあんまり当てになんないんですけどフロイトが言ったのは、まあ、世の中にはあのー、性的盗作ですよね倒れて錯誤する誤る間違える。 そういう、あの、性的盗作を起こす人というのがいて、それは、えっと、その、肛門期に満足できなかったから、肛門期に立ち返ってんだとかね、そういう、ことを言っているわけですよ。ちゃんとこの発達段階を満足して経ていけば、この、性危機 <laughs>。性危機ってのもどうかと思うんですけど、っていうとこまでたどり着けますよねっていう話をしていてですね。えっと、まあ、 まあまあ、これは原始的なね、原始的な精神医学なんでね、夢判断と精神分析入門っていうのがありますけど、夢判断なんか到底読めたもんじゃないですね, <laughs> ね。で、あの、あそうそう、欲動転換、特に肛門愛の欲動転換についてというですね、これ論文か、これ、ね。文献を1917年に書いてますね、第一次世界大戦の最中に。 ね、あの肛門愛についてフロイトは書いていたわけですけど心、うんまあ、理っていうのが実は人間の心理っていうのを読み解いていくと実は動物と一緒なんだっていう話になっていくわけですよね、うん、ここはなんか面白い僕は面白いと思いますけどね人間はやっぱ動物なんだよねとで一方でそれはキリスト教的な世界観では受け入れられないわけですよ 動物っていうのは人間のために作られた餌であってであのだから殺してて食べていいんですよねクジラとかは餌じゃないから食べれないっていうことを言い,言い張るわけですよキリスト教の人はねで人間はあの神が作った選ばれしものだから動物とは違うとそこはもう結構キリスト教の中では絶対的な価値観だと思うんですけど 僕はまあまあ動物だろうなと思っているんですよね。日本人は結構動物だって言ってもあんまりあんまり違和感ないんじゃないですかね。進化論っていう猿から進化してきたっていうのはみんな信じてると思うんですけどアメリカだと何割だろうね。結構な率の人が進化論は信じないと言っているわけですよ。動物とは違うっていうね。 アメリカっていう国はキリスト教の割と過激な人たちピューリタンというような過激な人たちがもともと移民してきてきた場所なんであのまあ宗教的には結構ハードめなあの宗教国家ですよねハードなキリスト教的宗教国家なんでだから、えー、日本人が見てトランプがいいの悪いのカマラ・ハリスがいいの悪いのっていう話は全然あっちの人からしては違って。 ら彼ら彼女らはあのもう宗教観で考えてるわけですよだからトランプは否認を禁止するからキリスト教のその教えに近いとあの原点に近い福音派って言うんでしたっけねだからそういう人が支持しているとで逆にカマラ・ハリスバイデンオバマクリントンこういう人がいた民主党の方はですねあの キリスト教的な、そういう世界観よりは、なんかリベラル教っていうね、山口真由さんが言ってたのはリベラル教ですよね。リベラルな世界。みんなが、みんなが平等で多様性を認め合って、えマイノリティへの愛があって、平和を求める、愛と平和の世界みたいな、そういうリベラル教に取り憑かれていると。で、まあ、アメリカはだからその、古来よりある、 キリスト教的価値観対そのリベラル教の戦いをしてるわけですよ。民主党と共和党っていうのはね。トランプはそのリベラルなキリスト教世界観の人なんですよ、実はね。まあ、そうも見えないからそこまで人気ないんだと思いますけどね。そこまでっていうのは圧倒するほどってことですよね。うん、で、えー、っと、じゃあ、性欲の話に戻るんですけど、まあ、高崎の会談。 なんかで結構性欲の話がいっぱい出てきてまあ学校の中にやっぱりクラスというか学年に1人ぐらいは性欲の化け物みたいのいましたよね。性欲は暴走しちゃうやつ。あいつマジでエロいんだよっつって。ね。あのまだその自分の理性とエロのバランスが取れてない時期にエロだけ暴走したやつっていうのはいましたよね。僕のの知り合いの 学校にもなんかもう,会う「話す女子話す女子もう好きだ結婚してくれ」って言ってきてでも誰,誰にでも告白しちゃうやつとかそ,の、まあ、それは異常行動ままででっっててないいすすけど、ちょっとバグってはいますよね。これがフロイトの言う性的盗作なのかどうかっていうとわかんないですけど、まあ、いわゆる断婚ン期が強く出てるというところにはなるのかなっていう気がしますよね。 でこれがね結構難しい問題をはらんでいると思っていて人間の行動ってあの今日は朝起きて、まあ、仕事して帰り飲んで帰ろうかなみたいに自分で判断して決めてるかと思いきや意外と自分で決めてるとこって少なくて。 まあ社会的システムとして仕事しなきゃいけないなというふうにはめ込まれてるから行くわけでであの帰りに飲んで帰ろうっていうのはもう脳のですねグリア細胞が突破されてですねアルコールに一度脳が浸って脳がアルコールの快感を覚えているんで脳があのアルコールの快感をよこせというふうに指令するわけですよだからもう脳のその覚えているあの 快感に基づいいててこっちが動かされているだけなんで実は自分の判断ででで動いていいいてるというもんでもないんんなすよねこれはお酒の話ですし、まあ、運動なんかもそうだよね運動も気持ちよくなるっていうことを脳が覚えてるからやるわけですよで性欲なんていうのまさにそういうものでですねえっ、ー、とオスの精巣精巣まあきん、まあ、ですよねで、えー、作られるテストステロンっていうホルモンがあってですね これが結構ね、いろんなことを命令してくるわけですよ。テストステロン、ちょっと待って、テスト、テストステロンは、まあ男性ホルモン、男性ホルモン受診中の男性ホルモンですよね。うんと、筋肉を増やしたり、骨格を発達させたりすると。で、えー、っと、これが、あの、子供の時から、 出ていると思うんですけど、まあ、思春期の前後とかでこれがいっぱい出てきてですね、えー、アンドロゲンアンドロゲンって何だっけアンドロゲンなんだテストああテストストロンはアンドロゲンなのかアンドロゲン受容体に結合するホルモンの仲間かなえー、っとで思春期前はアンドロゲン濃度が 上層がしてですね、大人特有の体臭、肥料や髪の毛の脂っぽさの増加、ニキビ、陰毛の出現、脇毛の出現、えー、脇毛の出現って面白いな、ね。成長促進。僕はあのー、性教育の時間に脇毛って書か,書かなきゃいけなかったんですけど、その当時頭悪かったから毛と手を間違えて、あの、わ初でって書きましたね。<laughs> 脇から手が出てくるっていうね。 これのの成熟ねっヒゲが生えてきた時とかちょっとショッキングでしたよねなんかね男性は抗がん容量が 4mL 以上となると思春期に入り血中テストステロンが測定可能となる 10NG なんだこれ NG スラッシュ DL 単位がよく分かんないんですけどこれウィキペディア見てるんですけどね、えー、大元は思春期の発言という 看護,看護系の参考そうですねその後の精巣がさらに増大すると共にテストステロンの分泌もさらに増大し男性的な体の特徴が形作られる二次成長、まあこの辺は皆さんよく知ってると思うんですけど、えー、女性もそうですよねで抗がんの精子形成組織の成長男性の生殖能力獲得陰形または陰角の肥大、えー、陰角ってあれかあそれも大きくなるんだ 知らんかった陰欲、性欲及び勃起の頻度の増加または輪郭の勃起が起こる、えー、人成長ホルモンと連動して顎眉毛顎顎2個あるのこれ鼻の成長顔の骨の輪郭の変化が起こるうんで女性の場合は男性よりも緩やかに進行するとまあそうですよねうんまあというわけでですね テテス,テステロンがつまり我々はよしじゃあそろそろ大人になるかと <laughs> そろそろまあ12だしそろそろ繁殖能力獲得しとくみたいに自分の意思で決めてるんじゃなくてあのもう勝手にですねえー、と抗がんからですねテステステロンが出てきてそれの効果によってどん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 あの性欲が強くなったりですね筋肉が増えたりしていくわけですよ。 意外とね自分で自分を制御できてるようで制御できてないんですよね。そこが何か面白いところで,で学年に1人はいる性欲の化け物っていうのはどういう人かっていうと僕の僕の想像なんですけどそれもあえてエロくなろうとかですねあえて女の子に異常に興味を持とうとかしてるわけじゃないと思うんですよね。単純にこののテテステストロンの 分泌量とかあるいはその受容体の感度とかですねが敏感なのかなという気がするんですよ。ですよねでどこに難しい問題があるかというとまずこの成熟して繁殖をしたいとい、まあ、エロいことがしたいというふうに欲望として出てくるんですけどそれっていうのは子孫を残したいという本能なわけですよ。 でその子孫を残したいという本能繁殖したいという本能がない生物っていうのはとっくに絶滅しているわけですよだからパンダがパンダっていうのは残念な生き物でえっ、ー、と繁殖したいという欲望が全然ないわけですよ竹とか笹とか栄養のないものを頑張って頑張って消化してるんでその消化が大変すぎてですねあの生成熟に咲くエネルギーがあんまりないんですよねだからパンダはもう 繁殖させるのが大変なわけですよ逆にウサギなんかはもう,もうマウントってウサギ飼ってた人なら知ってると思うんですけど自分のもう親だろうが子供だろうが兄弟だろうが出会って出会って5秒の異性だろうがもうすぐマウントって言ってですね乗っかって繁殖しようとするんですよね。でウサギっていうのはまあえっ、ー、とキツネとかんだオオカミとか。なんだ狼とか そういう、まあ、鳥ですよね、鷹とか、そういろんなもの食べられる立場なんで、繁殖力が高くないと、すぐ、あのー、すぐ絶滅してしまうわけですよ。だから、えーと、食べられるやつはすごく増える傾向がありますね。哺乳類でいうとネズミもそうですよね。逆に、えっ、ー、と、トッププレデターであるですね、えっ、ー、と、まあ、魚でいうとサメ。サメなんかは、 ででかい卵でちょっとずつ増えますよねクジラなんかもそうだしあの上の方のやつはあんまり一気に増えるとですねあの増えすぎると餌がなくなって自分たちもいなくなっちゃうんで増えすぎない方がいいんですよね。だピラミッドの下の方はわーっと増えるようになっていて非常にあの本能的だし、まあ、本能的っていうのはおかしいかな、まあ、多産傾向にあると。ねで 人間はじゃあ何なのかっていうとまあトッププレデータートップ生態系の頂点にいるわけなんですよねだからあんまり増えすぎちゃいけないんですけどでもあの人間の場合は自然がその生産する食料以上に自分で濃厚牧,牧畜をして増えるというですね裏技を使っているんでまあ,あの異常に増えているわけですよね本来この地球が濃厚牧畜なしで維持できる人間の人口っていうのは どの階なんだかちょっとわからないですけど1億とかもないかもしんないですよ下手したらね昔の人口世界人口って何千万とかでしょ多分ね調べてみようかあった世界人口の推移を見てみたらえー、あでももうちょっとあるねペスト大流行1300年とかかな1500年で5億人ぐらいですねで1 9 0 0 産業革命かから一気に増えたって感じか、ね、1900年ぐらいまでは10億人ぐらいで今何人今70億人とかもっといるのかなって感じですよねで、えー、人口はさておきですねこの何が奥深い問題かというとですね適応度フィットネスっていう数、えー、指標があるんですよ 適応度っていうのはどんだけ環境に適応しているかということなんですよ。でこれは自分の次世代が何人何個体に増えるかっていうことで表せるわけですよね。で僕はあのちょっとこ,こんな単純な計算じゃないですけど子供2人いるんで、まあ、適応度があると。で逆にあの僕に繁殖能力がなかったらですね適応度が低いと。ゼロになると。で適応度が高い生物が え増えていくとで適応度の低い生物は絶滅していくというような意思間競争の時に出てきたりするんですけどこの場合出てくるのがですね同種間のあんまりそのまあ仕事とかの意味ではあるんですけどこの性欲って文脈で言うとねもう異性と戦うっていうよりは同性感と戦いですよね。 女の子同士男の子同士の戦いになってくると。ね、で、繁殖をしたいと。<laughs> 繁殖をしたいという場合ですねまあ、男女半々ぐらいいるわけなんで男性としては女性を片っ端から口説いていって片っ端からです、ね、子供を作っていくということを本能的にはしたらいいんですけどでもそうはならないじゃないですか。それは何でかっていうと 人間はその本能の鎖本能の衝動と一緒にですね社会的制約の鎖もあってですねそんな女の子に告白して振られちゃったら自分のその社会的ステータスが下がるじゃないかみたいな思いがあるわけですよ恥ずかしいわけですよだから告白するっていうのはすごい度胸が必要なんですよね。 でそれはあの単純にあのまあ繁殖率って言っちゃうとあれなんですけど恋愛の成就だけを考えるんだったらガンガンいった方がいいですよねだけどそうすると自分の社会的ステータスが下がってですねバカにされたりするかもしれないから自分のその社会の中での生存率が下がってしまうかもしれないとだから適応度としてはねえっ、ー、と恋愛ができた方が適応度が上がるんですけどそれが結構 自分の社会的なね地位を下げて適応度が下がるリスクもあるとそこがねしばしばトレードオフどっこっちを立てればこっちが立たずになるんでそこは難しいよねとだからえっ、ー、と結婚というね社会的ステータスとしてあの認められた状態で、えー、にを目指すんですけどまたここがね 結婚して社会生活をしていいくということとうこですね生物の本能として性を性的衝動に生きるということは全くあの、まあ、それが一緒になってる人もいるかもしれないですけど全然そこはあの同時に成立しないこともあるんでどう生きるのがねいいのかっていうのは結構現代人難しいとこなんですよね。本能に従って生きる方が 本能は満足するんだけど社会的には大変なことになると。ね。さあどうしますかというところなんですけどそこであのこれも生物学の話でちょっと面白い話があるんですけどでこっからが、まあ、ある意味では一番言いたいかった話なんですけど「淘汰、ね」トータって何だっけ「自然淘汰」って言い方がありますよね。 自然淘汰、ナチュラルセレクションですね。自然選択っていうのが正しい役なんですけど、まあ、あの、優れていない生き物は、淘汰されて絶滅していくというような考え方なんですけど、まあ、選択って言い方がしますね、今はね。で、まず、この、メスは大体オスを選ぶんですよ。なんでかっていうと、メスのが価値が高いからなんですね。価値が高いっていうのは、オスは、 えーっとその精子余っとるわけですよ。なんでかっていうと精子を作るっていうのは非常にコストが低いですね。えー、っと僕のやってたアワビの卵は 0. 点直径0 3ミリぐらいだったんですけど精子は0 0 1ミリぐらいってなかったかじゃなかったかな確か顕微鏡で見てたんですけど精子もね電子顕微鏡で見えるんですけど。 かなりちっちゃいですよね。で、卵はそれに比べるとだいぶでかいし、栄養も詰まってるし、コストが高いわけですよ。で、さらに言うと、体勢えっと、お腹の中にはらんで育てる場合だと、メスの場合は繁殖のために1年、まあ、育児まで含まれると、人間の場合ですと3年ぐらいかかりますよね。だけど、オスの場合はだってもう、毎日、なんか、すげえ数、億単位なのかな。 で、生産できるわけですよね。で、別に、あのー、まあ、社会的には育児はしなきゃいけないんですけど、生物学的には育児のコホストってのはかからないわけですから。ね、生死作って放出するだけでいいということで、非常にコストが安いわけですよ。だから、えっ、ー、と、コストの高いメスの方が偉いんで、メスが選べるわけですね。よくあのー、野鳥とかで、クジャクとかさ、メスは地味だけど、 オスは派手だから、オスの方がオシャレしてずるいみたいなことを言うフェミニストがいるんですけど、それは間違ってですね、間違っていて、メスの方が偉いからオシャレしなくていいんですよ。メスはどんな格好しててもメスっていうことに価値があるんで、えっ、ー、と、選ぶ立場にいるとで。逆にオスは選ばれる立場なんで、少しでもメスに選ばれるように派手な格好したりですね、面白い踊りを踊ったりしなきゃいけないわけですね。でこの メスによる選択は、まあ、性選択と言いますけど、えー、オス同士の競争、勇敢競争と言ったりしますね。オスの間の競争。で、これね、もうひすげえ用語なんですけど、お手元にある、乱高の生物学っていう、まあ、専門書ですけどね、プロメスキュ,キュイチっていう本なんですけど、ティム・バークヘッドとしては書いてますね。で、これ、あの、僕の専門に結構近い話だったんですけど、 えー、乱高の生物学、アンえ、ボリューショナリーヒストリーオブスパームコンペティションセクシャルコンフリクトということでですね、えー、スパームコンペティションっていうのがテーマなんですよ。これ、生死競争っていうわけですよ。まあ、だから、この繁殖生態学においては、モスなんかも生死なんですよね。モ <laughs> ス、オスがオウシが争ってるっていうのは、生死が競争してるというふうに見えるわけですよ。で、それは、えー、っと、 いろんな競争の仕方があってですね。実は、実はあの、キリスト教的な価値観で言うと、メスというのは、えー、一人のつがいを選んで、その愛を貫くみたいなものが理想だと思っていたんですけど、実は多くの生物は、メスも乱行的なんですよね。あの、なんだっけ。えー、ポリアモリーか。ポリアモリーっていうのが、 いうものが今人間でも言われてきていてあのなんだっけこの前奥さんが海外留学から帰ってくるんだけど彼氏と一緒に帰ってきてその彼氏と会うのも楽しみですみたいなことを言ってる人が謎の謎の炎上炎上っていうかねめちゃくちゃバズってたんですけどねこれは何だと <laughs>。 つがいを作って、つがい以外の、との性的な関係を持つことは、それはもう不倫だというような、浮気だ不倫だというような価値観からすると信じられないんですけど、でもあの、それでもいいっちゃいいんですよ。<laughs> だから、その、つがいのオスとしては自分の子孫が残らない可能性ってのがあるわけですけど、でも、そういう生活でも、 いいと共同生活でも悪くないよっていう考えであったりとかそういうあの複数の男性がいる状態で過ごしたいっていう女性に対してはあのそれを容認する価値観の人じゃないとそこに侵入できないですから彼としてはそのニッチな場所を取ってですね確率は半分になるけどまあ それで勝負するというそういう戦略だということもできるかもしれないですよね。で、勇敢競争でよく出てくるのが縄張りオスとスニーカーの話がよく出てくるんですよ。で、縄張りオスっていうのはですね、体が大きくて、えまあ体が大きいオス、例えばアーユとかですね、他何がいたかな、えー、と、シクリッド。シクリッドっていうのは、アフリカのタンガニーカ湖とか淡水湖にいるような、 えー、いる、スズメダイだっけスズメダイじゃなかった気がするな。スズメ、んカワスズメから、うん、そ,そんな名前だった気がしますけど。まあ、シクリッドっていうのがいるんですよね。シクリッドの仲間とかいろんなとこである。えっ、ー、と、あと、ヤリイカ。ヤリイカなんかも縄張りオスと、えー、スニーカーになるんですけど、まず、オスは性的二系 生、生、生成熟が二系あるんですよ。二系っていうのは2つ形があるっていうことなんですけど、まず体が大きくなってガシッとしてですね、まあ、人間で言うなら身長、まあ日本人でね、身長185あってですね、ガシッとしてて、まあかっこいいと。体の大きい音がか,かっこいいと。そういうタイプ。で、えっ、ー、と、まあ、人間の場合は体が大きかったからといって資産があるとは限らなくてですね、資産があるかどうかもすごく大事なんですけど、まあ、自然の 自然と向き合ってですね、狩りとかしたりですね、する場合には体力あって体が大きい方が有利ですから、そういう男性かっこいいっていうの価値観ですよね。で、一方で、えっと、YU、YU っていうのは Y 小の Y に押すまでいかないんですけど、あの、体が小さい、もう露骨に身長185の人がいる一方で、 身長150とか140とか、目指したら、まあ、人間のスケールで言うなら100とかね、そういう小さいスケールのオスというのができたりするわけですよ。縄張りオスっていうのは、まあ、メスとつがいになって、えーと、自分の縄張りを作ってですね、そこで繁殖しやすいような、えー、産卵床を作ったりとかしてですね、そこにメスについてもらって、メスに卵を産んでもらって、 まあこれ魚の場合ですけどそこに精子をかけて受精させるとそういうことを目指すわけですけどその縄張りでは勝てないタイプのオスっていうのもいるんですよこういう人たちはスニーカーなんですけどスニーカーっていうのはスニーク,スニークっていうのはなんかあのひそ隠れていくなんかあの尾行するときに壁から壁に伝っていくみたいなやつあるじゃないですかドゥルルンドゥルルン ドゥルルルン、ドゥルルルン、ドゥルルルン。みたいなね <laughs>。そういう、潜んでいくっていうスニーカーっていうんですけど、スニーカーオスは縄張りオスになれないわけですよ。したがって、えっと、オス、メスが卵を、縄張りオスのとこで卵を産んで、オスが、その縄張りオスがですね、自分がせっせと作った縄張りを、えっと、で、さあ今から、 繁殖しようっていう時に、ちっちゃい、あの、体の小さいスニーカーは、ふェーってそう近寄ってきて、素早く精子をかけてですね、さーっと逃げていくわけですよ。そういう、あの、やりとりがあるわけですよね。だから、ナーバリオスはそれを妨げなきゃいけないんですけど、そう、それもできないと。でね、ヤリイカでもこの研究、性的に認け、まあ、性戦術の話ですよね。繁殖戦術か。 えー、の,やりかの話をしてて、まあ、自分が体が大きい場合はそのつがいメイティングしてですねペア,ペアを作るんですけど体が大きくない個体である場合はもうあの卵、えー、とどうすんだっけなえっ、ー、とねヤリイカちょっと生鏡って言って精子が入ったなんか薬莢たみたいなやつを渡すんだと思いましたけどなんか素早く乱入してきたような気がしますね。 で、こう、スニーカーってのは結構いろんなとこでいて、スニーカーの特徴は体は小さいんだけど、もう精巣はでかいんですよ。あの、要するに精子を大量に作れる。で、おそらくなんですけど、精衝動も強いんでしょうね。あの、ナーバリオスは自分のナーバリを維持したりとかですね、メスにアプローチしたりとかいろんなことを考えなきゃいけないんですけど、スニーカー、スニーカーオスっていうのは、その一瞬にかけるんですよ。もう、 自分でも、あの、要するにあの、その瞬間に自分の性的衝動を爆発させて、ダーッと移動して、素早くそこまで行って、大量の精神をかけて、逃げると。ね。もうそれに特化したわけですよね。で、人間の社会にスニーカーがいるかというと、いないわけですけど、でもなんかスニーカー的な作戦っていうのは多分あると思うんですよね。まあ、いわゆる真男的なやり方とかね、寝取られ的な話ですよね。 <laughs> 寝取りかな、うん、人間でもその性的衝動がすごく強い睾丸からの命令が強くてですね性衝動は強いんだけど自分はその縄張りオスになるだけの資源まあ人間がこの特に小中高の学生とかの時に評価されるのっていうのはまあオスとして強そうなことであったりとか体が大きいことあとは 顔が、顔は容姿が整っていること、などなどですよね。まあだから、体が大きい不良なんてのは持てるわけですよ。で、一方で、もうちょっとステージが進んでいくと、そういういかにもいい男、強い男みたいな感じよりは、社会的に安定してる方がいいかもしれないとかね、そういうのも出てくると。うん。 でスニーカーかどうかわからないんですけどこれ何,だ何の生き物だったかな猿の仲間だったような気がするんですけど自分でもその自分の魅力でメスを口説き落とせるタイプのオスと違って自分ではもう絶対口説けないっていう人はしばしばね自然界では無理やりメスに迫るってことがあるわけですよ。でこれあの、まあ、人間の常識で言うと犯罪だよってことになるんですけど。 生物学の話で言うんだったら無理やりだろうがつまりメスにダメージが入ろうが入らなかろうが子孫が残ることが大事なんですよね子孫が残るシステムになっていることが大事なんですよメスが全ての繁殖を拒んでたらもう次の世代がゼロになるんでその生物は残らないんですよねだからメスにダメージが入るような繁殖をする生物もいるし逆にオスにダメージが入るやつもいるし カタツムリなんかはねカタツムリは雌有同体なんですけどなんだか忘れましたけど角みたいのを相手に突き刺してですねあのお互いめちゃくちゃズタズタに引き下がれながらですねお互いの精子を渡すんですよねで自分の自分の精子と自分の卵だと自家受精になっちゃってあの遺伝的多様性が保てないんで相手からもらった精子と自分の卵を受精させるというような不思議な繁殖生態をしてるんですけど まあ結構だから繁殖っていうのはダメージが入ったりするんですけどねでえー、っとまあスニーカー的な繁殖を狙う個体というのは、まあ、人間で言うだったらあのペニスですから人間で言わなくてもペニスですけどペニスは小さく敏感でかつ精巣、えー、は大きい方がいいんですよねなんとか鈍感で大きいものがゆっくりするのってのはこれ縄張りもすてなね メスをゆっくり満足させるような、そういう考え方なんですけど、素早く繁殖だけしたい場合は、そんなのいらないわけですよ。だから鳥なんかは早いですよね。鳥の交尾って2秒ぐらいで終わりますよね。見たことありますかねたまにあの、鳩とかが、メスの上に乗って、羽をバタ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 ってするんですよ。それで終わりですね。なんで鳥の繁殖は短いのか。それはわからないな。で 多分飛ぶ時に大きいペニスが邪魔なのかなちょっとわかんないですけどね鳥は速いんですよね、まあ、というわけでですね学校に1人ぐらいいた性欲の化け物っていうのはある種スニーカー的になってんのかなっていう気はしますよね。性衝動の強さがとその現れる行動がある種の社会的なその安定度よりも強く出てしまうとね でこういう人はだんだんでも大人になっていったりとかですね彼女が一回もできないとこじらせていったりするのかな結構ね恋人ができるとそこから学ぶみたいなのもあったりしますからね性的にも満足していくしね、まあ、なかなか難しいんですけどねまあ高崎階段見てていろいろ思ったんですけどやっぱり人間のその性的衝動っていうものにかなり人間は振り回されて生きているんだなっていうところはありますよねでそこをどどうう付き合うかなんですけど やっぱ法と社会秩序というのはすごく大事だと思うんだけどだけど本能っていうものを完全にないがしろにしてしまっても難しいことになっていくとこの2つを両方大事なものとして折り合いをつけていくっていうのが、まあ、現代人に必要なことなのかなという気がしますよねなかなかこの現代を生き物として生きるっていうのは、ね、本能的な満足感が得,ら得づらいその代わり社会の中で安定していられると だって国家があるんんだもん国家があれば守られてるしさ国がなかったらある日突然強盗に襲われて死ぬなんていうことがあっても誰も文句言ってくれないわけじゃないですか、まあ、完全に野生状態で生きてたらね力が支配する世界になっちゃうんだけど、えっと、国があって法秩序があるので力が支配する支配する世の中にはなっていないとねそれはいい,いいことなんですけど本能っていうものはそこで苦しめられると。 これお金があっても満足しないしね愛がないと満足しないのかっていうとまあそうなのかもしれないですけどなんかある種のコンプレックスをこじらせていったりとかですねえと肥大した自我に対して自分のステータスがついていかないとかそういうことがあったりするとうんまあどんどんこじらせていく方向に行くのかもしれないしいろんな個体差があっていろんな個性があるのでそのこじらせを解決しないまま生きていってしまう人もいるだろうと。 ってとこですか、ね、うんなんかそういう意味だと僕なんか随分安定しちゃって何の面白みもないなっていう気がするし生き物としてね面白いのはいいですよね。<laughs> ねまあ、というわけで高崎の階段に基づいて、えー、生態学の話をしたんですけどまあねなんか夏だと階段とか見ちゃいますよね。リゾートバイトとか僕見直したしなかなか歯切れが悪い感じなんですけど。 高崎の会から考えた、まあ、性欲、えー、性欲というよりは繁殖生態、生態学のお話ですね。でした。ということで、えー、と今回はこの辺にしたいと思います。なかなかいいねをつけがたいテーマだと思うんですけど、一応はいいねをつけていただいてですね、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。というわけで、お聴きいただきありがとうございました。